こんにちは、亀山ライダーです。現在私は埼玉県道53号青梅秩父線を秩父方面に向かって走行中です。この県道53号は青梅側では都道53号となりまして、通称成木街道です。前回の動画でお届けした林道なちゃぎり線の近くにある小沢トンネルが県境になっています。バイク乗りの方だと有馬ダムのある名栗湖に向かう道ということで知られているのではないでしょうか。有馬ダムはバイクの聖地みたいになっているので訪れたことのある方も多いと思います。さて本題です。調べてみると実は名栗湖周辺、市町村としては埼玉県飯能市になるのですが、林道が数多くあります。埼玉県川越農林振興センター管内図でググっていただけると良い資料が出てくると思います。残念ながら現在は名前の知られている林道の通行止めが多いのだけど、マイナーな林道が数多く残っています。そんな数ある林道の中から今回は林道わらび入り線のツーリングレポートをお届けします。名栗湖周辺の人気ハイキングコースにわらび山の登山があるのですが、このわらび山の登山口に向かう林道が今回お届けする林道わらび入り線です。それでは地図をご覧ください。目的地は都道および埼玉県道53号を秩父方面に進み、成木街道の小沢トンネルからは約 11.3km、 有馬ダムの交差点からは約 6.5km のところです。曲がるポイントは1箇所です。ここに名郷バス停があります。大きな路線バスのバス停で目立つので、これを目印にするのが良いでしょう。映像をご覧ください。そうですね、かなり大きいバス停があって、進入禁止って書いてあるけど、これバス停の話だよね。ハイキングコースの案内が出てます。ちょっと後で見ましょう。それっすね、わらび山って書いてあります。はい、名護バス停ってとこですね。わらび山へ 4.5km ってことです。というわけで目的地に到着しました。この先の林道は Google マップに道がありません。名護バス停のそばに地図が出ていました。こちらをご覧ください。現在地はこの入間川の手前です。わらび山ハイキングコースとなっているこの道の途中までが林道わらび入り線で、終点に登山口があります。ハイキングコースの逆側は名栗湖の入り口付近に出るんですね。現在地からわらび山山頂までは徒歩約120分、登山口までバイクで行ったら 2〜30分は短縮できそうな気がします。まあその場合ピストンでバイクのところまで戻ってこなきゃならないですけど、関係ないのですが、ここにある白岩林道と山中林道、このマップを見るまでノーチェックでした。別途調べてみたいと思います。さてここからは林道走行になります。林道終点まで約 900m、 時間にして約3分半くらい、ノーカットでお届けします。皆さん2倍速の準備はよろしいですか？それでは行ってみましょう。目の前、名栗川にかかるわらび入り橋ってなってますね。そうですね、ここが起点かどうかわかんないんですけれど、900m ぐらいの林道ってことでした。行き止まりになるはずなんで、行ってみたいと思います。わらび入り橋を渡ります。舗装です。有料駐車場、このわらび山の登山路になるんだと思うんですよね、その終点から、急な上りを登ってますが、舗装されております。100メートル入ってきました。あれ、ダートだって聞いてたんですけれど、ダートじゃないんですかね。あ、なんかそこ、あ、うん、いや林道の杭ではないけれど、あ、こっから、はい、こっからあれですね、ダートになってます。300メートル地点です。うわ、結構すごい、そう、先屈の跡がありますね。じゃ、うっすらって感じですかね、まだ。まっすぐですね。勾配は、結構あります。あと道幅は結構ありますね。なんか今それは、このバリケードは、あ、そこ崩れてますって感じですかね。400m 入ってきました。やっぱこの先屈の跡がうっすらあるんですよ。これ多分大雨が何度かこう会うと、どんどんこう深く
なっていくんでしょうね。あ、右側にですね沢があります。流れの静かな沢があります。ライフですね、ちょっと荒れております。だけどまだあれですね、車でも走れそうなぐらいの道幅があります。600メートル入ってきました。おお、結構荒れてる、結構荒れてるけど、あれですね、見通し比較的いい道です。ここ杉がすごい高い。あ、なんかだんだん道狭くなってきましたね。なんか石の感じも。あ、まだ、あ、今のところだけでした。700メートル入ってきました。もうこの沢沿いの道ってのはいいよね。まあ、今日ちょっと暗いですけれど、あれ、そこはそこなんか終点っぽい気もする。石がでかい、石がでかい。なんか書いてありますかね。ん、どうなってる。右回れるけど、800メートル。いや、これはもう山道だよね。ここじゃないですかね、終点。はい、800メートル。ちょっと計算はないですけれど、あ、はい、ちょっと勘違いしてました。あの、わらび山へ 2.6 キロって出てますね。こっちですね、わらび山。こっちは何って話ですよね。ちょっと行ってみますか。砂防ダムがある。あ、行き止まりだ。あ、完全に行き止まりですね。なんかこの終点っぽい杭みたいなのありますよ。埼玉県って書いてあります。はい、行き止まりだと思います。なんか一応こう道っぽいのありますけれど、わらび入り堤防って書いてあります。正しくはわらび入り園庭でした。毎回この漢字の読み方を忘れます。昭和56年12月完成、埼玉県って書いてありますね。だいぶでかい砂防ダムです。走行中の動画に注釈を入れていましたが、この終点までの短い区間に3つの砂防ダムがありました。往路の走行中は砂防ダムに気づきにくいです。私は帰り道に3つもあったことに気づきました。これトリップ800ってなってますけれど、そこまで行ったら900行くんじゃない、もしかしたら。ちょっとあの砂防ダムの前で写真撮りたいんで、もうちょっと行ってみます。いや、そんなことはなかったな。まあいいや。ほら、今 U ターンしましたけど900になりましたよ。ぴったり900メートルですよ。だから多分そこまで行けば900ですよ。謎が1個解けましたね。一つ下の桁の見当がつかないのはデジタルメーターの欠点ですよね。ところで、わらび入り線にもう一つ謎が見つかりました。冒頭で紹介した埼玉県川越農林振興センター館内図をもう一度ご覧ください。今お届けした林道わらび入り線がここです。この地点から地図を南東に動かすと、なんとここにもわらび入り線があります。この2つの林道に何も関係はないと思いますが、両方とも同じ飯能市に所在していて全く同じ名前です。大変ややこしいですが、こっちのわらび入り線は距離がありそうで気になりますね。今は飯能市に編入合併されているのですが、かつてこの辺りは名栗村と呼ばれていました。なので今回走ったのは名栗村の林道わらび入り線ということにして、もう一つのわらび入り線も近いうちに行ってみたいと思います。それでは皆さん、今回のツーレポは以上です。ご視聴ありがとうございました。亀山ライダーでした。